左からフランツ・ヨーゼフ・フーバー、刑事警察長官、アルトゥール・ネーベ、新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラー、保安警察長官、ラインハルト・ハイドリヒ、ゲシタポ長官、ハインリヒ・ミュラー。1939年11月、ミュンヘン・フランツ・ヨーゼフ・フーバーは、ナチス・ドイツの新英隊の将軍。最終階級は、新英隊少将及び、警察少将。 ミュンヘンの厳格なカトリックの家庭に生まれた。1922年からミュンヘン警察で警察官をしており、国家社会主義ドイツ労働者等の監視をしていた時期もある。ナチス党の政権掌握後の1934年、ラインハルト・ハイドリヒに招かれて、ヨーゼフ・マイジンガーやハインリヒ・ミューラーともにベルリンのゲシュタポ本部へ移動することとなった。 1937年にナチス党に入党している。1938年3月にはベルナーフォン・フリッチュ将軍の同性愛疑惑の捜査を任された。また1939年11月にミュンヘン一期のあったビアホール・ビュルガーブロイケラーで起こったヒトラー暗殺未遂事件の際にもアルトゥール・ネーベと共に捜査を任されている。 1938年のアンシュルス後には、ウィーンのゲシタポ長官、保安警察及び SD 監察官に就任する。フーバーはこの地位に基づき、アドルフ・アイヒマンのウィーン・ユダヤ人移送中央事務所の監督も行っており、強制収容所や絶滅収容所へのユダヤ人の大量移送にも責任を負う。1940年にバルドゥール・フォン・シーラッハが、 ウィーン帝国大寛区指導者となるとその政治顧問となり、またシーラッハの軍事地域セベンティン司令官の地位を代行するようになり、スロバキア、ハンガリー、イタリア、ユーゴスラビア、スイスとの国境の警備に責任を持った。1943年からドナウ親衛隊及び警察高級指導者ルドルフ・クベルナー親衛隊大将の代理も務めるようになった。 1944年には国家保安本部長官エルンストカルテンブルンナーの顧問ともなった。ドイツの敗戦後に逮捕され、1949年に懲役1年と500万マルクの罰金を科された。しかしこの判決は取り消され、代わって5年の労働刑を受けた。1955年からミュンヘンの会社で募金係として働く。1975年に死去。 ありがとうございます。